えー、ページになりましたので、えー、ただいまから第53回、えー、情報ケースオンラインセミナーを、えー、開催させていただきたいと思います。あのー、本日もですね、情報ケースオンラインセミナーにお越しいただき誠にありがとうございます。えー、本日の司会者を務めさせていただきます、えー、東京大学大学院工学研究科の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 えー、それでは本日第53回目となります情報計測オンラインセミナー、えーえー、進めさせていただきたいと思いますが、本日の、えー、講師は、えー、産業技術総合研究所、計量標準総合センター、えー、物質計測標準研究部門、ナノ構造計測標準研究グループの主任研究員でおられます、木津良介先生です。 ご講演タイトルは、えー、今出していただきましたが、半導体微細パターンのラフネス形状計測とノイズを含むデータの解析になります。えー、簡単に木津先生のご略歴を紹介させていただきます。2015年に名古屋大学工学研究科、電子情報システム専攻の博士、前期課程を修了し、 同年に、えー、産業技術総合研究所に入所、えー、されておられます。また、えー、2023年に東京大学工学系研究科、先端学際工学専攻にて博士号を取得されておられます。産総研入所後から、えー、現在まで、えー、専門は原子管顕微鏡や、えー、操作電子顕微鏡を用いたナノ構造の形状計測の研究であり、えー、近年は 半導体製造に関連する計測技術への応用に、えー、取り組まれておられます。あの本日のセミナーはあの、通常とよりはですね、あの若干あの趣向があの違うところがあると思っていますあの。特にですね、この,あの精密計測、この情報科学の融合の中で、あの精密計測の方の比重もある形で、あのむしろあの興味を持っていただけるところも多いかと、あの 期待していますで特にあのこれまさにあの木津先生はあのそこの世界的なスペシャリストでそのいわゆる計測標準の中でも産業界にま直結する一つの重要なところが形状を計測するというところがありますが、まあ、それの最先端の一つですねあの非常に微細な領域の話とまさに今まさに半導体のプロセスに直結するところで あのいわゆるあの表面粗さっていう形状の表面の計測パラメータの概念がありますかそれの半導体のラインエッジのラフネスという壁面をです、ね、あの測られて、非常にあのユニークであの先進的なあの技術の開発をされている、あの世界でもあのその分野の,です、ね、あの第一人者の先生になります。あのではあの、これからです、ね、あの早速あのご講演をお願いしたいと思います。で キス先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、高橋先生、あの、丁寧なご紹介いただきましてありがとうございました。えー、っと、また、あの、初めに、あの、このオンラインセミナーのを開催していただいている、まあ、水巻先生、はじめとして、上、まあの先生方に、あの、感謝申し上げたいと思います。えー、またこのような、あの、素晴らしい、あの、セミナーに、えー、発表の機会いただきましてありがとうございます。で、あの、今回、あの、 発表ですと、あの、まあ、半導体微細パターンのラフネス形状計測とノイズを含むデータの解析ということで、えー、産業技術総合研究所のキズが発表いたします。で、あの、まえー、コンテンツとしましてはこちらのようになってまして、えー、まずはじめに、あの、我々の、まあ、所属の軽量標準の,の、えー、総合センターというところで、軽量標準に 基づくナノ構造の寸法形状計測ということを基盤技術として長年研究してきたものがありましてそこのご紹介をしてそのにまにそれを活用して応用して半導体における計測課題の一つのラフネス計測を行った研究について紹介させていただきたいと思いますまずあの我々あの産業技術総合研究所産総研の中の一部の組織に計量標準総合センターというものがありまして こちらに日本の国家計量標準機関と呼ばれているところです。国際単位系 SI に関連する研究開発をしていまして、基本単位7つの基本単位と、またそれらを組み合わせた組み立て単位、このようなものになりますけれども、まあ、これらに関連する研究開発というのを行っています。また、後ほどご説明しますが、計量標準の開発、供給ということも行っていますし、また計量標準に かかわらず、あの、産業界を意識した、えー、計測技術の研究開発ということも行っております。えー、例えば、私の場合ですと、あの、長さの研究をやってまして、えー、昔は、あの、長さの定義といいますと、あの、メートル元気、あの、教科書でも見たことある方多いかと思いますけど、メートル元気というものがありまして、それを長さの基準にしていましたが、えー、現在ではこのような記述で表されるように、えー、物理定数、 に基づいいてて長ささが定義されています当然、これ、定義されたものを人が定義したものですので、これを実現する方法も技術開発が必要でして、そういう研究開発を我々の計の量標準総合センターではやっております。特に私の研究ですと、ナノ領域の長さ標準というものを研究しております。 主なターゲットとしては、あのまあ顕微鏡ですね、さまざまな顕微鏡がありますけれども、そのスケール倍率の構成が必要となっていますので、それに有用な長さ標準の研究開発を行っています。例えば、操作電子顕微鏡、えー、使われたことある方もおられると思いますから、まあ、このような顕微鏡の画像が撮られますが、大体あの下の方にあのスケール倍率 の表示があります。これで言うとあの、この端から端までが1マイクロメートルですという意味ですけども、まあ、これはあの、まあ、この装置自体ですと、長さの、えー、実定義に基づいて、えー、信頼性を確保することができませんので、必ず一度は、最低一度は、この,のスケールの正確さを構成する、調整してあげる必要があります。 そこで必要となるのが、基地の寸法を有したナノ構造の標準資料。例えば、こちらは一次元グレーティング、一次元解説講師と呼ばれるものの資料の断面像になりますけども、これはまさにナノ物差しといっていいものですまあこの1メモリがいくつって、何ナノメートルって分かっていることによって、これをセムで観察することによって、このスケールの構成ができるということになります。 そして、あの、この1メモリの、えー、長さがいくつかっていうのを、えー、正確に値付けする技術が必要ということで、ナノ領域の長さ計測技術を、あの、我々の研究グループでは、えー、研究開発しております。で、えー、例えば、あの、この,もの、ナノモノ差しにはどのようなものがありますかと言いますと、あの、先ほど示した1次元ピッチの他にも、えー、このドットが並んだような2次元ピッチだったり、段差、ステップハイトであったり、線幅、 また表面荒さっていうものがあります。これは、これらはあの半導体等の、特に半導体等の,あの製造工程において、正確な寸法管理が必要となっていますので、そういうところに貢献できることを目標に、このナノ構造の計測技術を開発ています。 特にあの我々が独自に開発している技術があの即調型原子管力顕微鏡と言ていますえ。後ほどあの原子管力顕微鏡を説明していますが、この装置を使って、えこれらのナノ構造に正確に、えー、値をつける、形状寸法を測るということを、えー、研究しております。で、あの、この原子管力顕微鏡というものですけれども、 一般にはあのナノ構造の形状や物性を計測する技術として知られています。1980年頃に、80年代に開発、発明された技術でして、大まかな原理を説明しますと、測定したい資料があって、その上にあの AFM の単身を用意します。まあ、この先端はあの数ナノメートルぐらいに非常に鋭く磨かれたものがありまして、で、さらにそれを 単身と資料の距離を,を、えー、検知する機構というものがありまして、でそれをらを、えー、スカナ、XYZ スキャナーということで、この針を動かす機構があります。でこれらの信号を、えー、やり取りして、AFM コントローラーで、AFM、えー、単身と資料の距離を一定に保つように、えー、Z 軸、縦方向を制御しながら、えー、XY 軸をラスター操作して、 えー、臭い面内の高さ情報を、えー、取る、まあ、これが AFM 像になるという、えー、ものになっています。で、えー、我々がやっている、あの、側長型、あの長さを測るのに特化した原子管理顕微鏡ですけれども、この AFM は何が違うかというと、まあ、従来の AFM に、えー、臭い Z スキャナーをレーザー干渉計方式の変異センサーというもので、あの正確に測ってで、それを、あの、 コントローラーの方にフィードバックして制御していますで。このレーザー干渉計の光源としてはあの波長構成されたヘリウムレオンレーザーを使っています。これによってあのメートルの定位につながるような形状計測の可能になっていますで。ここで使っているあの基盤的な技術として、レーザー干渉計を少し紹介したいと思います。こちら 模式図になっていまして、ここに光源がありまして、でレーザーがこの,この黒枠で、黒線で囲まれた部分が干渉系のモジュールとなっていまして、でここにあのレーザーが入ります。で中であの測定用のビームと参照用のビームに分かれて、でここに参、え、照、ー、ミラーと測定ミラーと書いてありますが、こちらは AFM 装置に取り付ける部分でして、この参照ミラーの部分は固定されている あの、長さ計測の基準となる部分のミラーとなります。そしてこちらがあの、測定ミラーですが、こちらがあの、AFM の単身と一緒に動くようになっています。ですので、でそしてあの、こちらの測定ビームと参照ビームが最後合わさって、ここで干渉が起こって、光の干渉が起こるとろうことになっていまして、例えばこの測定ミラーが少し動くと、えー、測定、 ビームの位相が少しずれて、干渉の起こり方が変わる。その様子を、えぇ、蓄字、ディジタル信号処理でモニターして、長さに変換して、AFM コントローラーに送るということを行っています。特徴としましては、あの、もちろん、あの、長さの定義につながるように、しっかりとしたレーザー光源を使っているということと、あと、ピコメードローダーの分解の、非常に高い分解ので計測できるということがあります。 で、このような、えー、モジュールと化した干渉系を、えー、AFM の XYZ 軸、えー、3軸にそれぞれ一台ずつ使って、えー、変位を計測する。ということで、<で> AFM 端子の変位を測るという技術になっています。で、先ほどから、あの、説明しました、あの、構成というものが、なかなか具体的なイメージつかないと思いますので、えー、少し例をご紹介します。で、えー、目標としてはこのような資料を、に、 の正確なピッチの値をつけるってことです。えー、測定 AFM でこのような資料を測定すると、えー、このような AFM 像が得られます。これはあの上から見た図になっていまして、えっ、ー、と、Z 値、高さ値のあの XY マッピングになっています。でその後データ処理で、ま、このようなデータ処理を行うことによってピッチの値を出すということを行います。で次にあの、 えー、少し特殊というか特徴的なところが、不確かさ評価ということを行います。まあ、これは、あの、測定の誤差の評価のと似たようなものになりますけども、えー、これをこ行って、まあの、測定の、まあ、できるだけあの正しい値を出したいんですけども、まあ、測定の繰り返し性だったり、まあ、資料の均一性だったり、レーザーの安定性だったり、干渉系の分解などで、まあ、こういった、えー、不確かさの要因を、えー 評価して、一つずつ、えー、積み上げて評価した結果をまとめて、えー、拡張不確かさというものを出します。で、構成終了、えー、が完了すると、えー、この資料と、その資料にあの構成値がいくつで不確かさがいくつといった、まあ、構成証明書がつく形になります。で、この資料を、えーえー、顕微鏡で、えー、観察して倍率構成することなどによって、その顕微鏡が、あの え、トレーサビリティを確保することができます。トレーサビリティというのはこのような、えー、少しずつ、あの、えー、不確かさの小さいものを介して、最後にあのメートルの定義、国家標示につながるようにするという、まあこういう流れを、えー、確保することによって、あの、計測の確か、えー、信頼性のある計測がで,できる。で、まあこれをあの、国内、世界中で整備することによって、まああの、えー、皆さんあのが、 え正確な計測ができるようになるということで、をえ目指して我々の研究所では行っています。でここまで、あの、計量表示に基づくナの領域の寸法形状計測をご紹介してきました。で、このような基本、基盤的な技術ももちろん大事なんですけども、まあ、我々はあの、産総研の一部の先でもあるので、あの、産業界を意識した研究も行っております。 近年、えーと、半導体製造における計測課題の一つにラフネス計測というものがありま,すありまして、まあ、そこに注目して、えー、この我々の,あの即調 AFM の技術を活用した研究を行ってきましたのであの、ここで紹介したいと思います。はじめに背景を説明して、その後の大きく2つ、えー、課題があって、それぞれに対して、えー、取り組んだ課題について、えー、紹介していきたいと思います。 まず、あの、背景ですけども、まあ、半導体製造ですと、あの、リソグラフィー技術という、えー、微細加工技術を使って、えー、微細なパターンを使って、あの、トランジスタを作るということを行っています。ここは、かなり単純化したものですけども、一連の絵を示してまして、シリコンウェハーを用意して、そこに、あの、フォトレジストというものを、膜を塗布します。そして、そこに、あの、マスク、設計図を介して、あの、光を当てることで、 この部分の反応、この部分のフォートレジストが反応します。その後現像することによって、この反応した部分、マスクの設計図に合わせた部分だけが残るということになって、その後、あの、プラズマのエッチング技術、加工技術によって、この周囲の部分を削って、最後にレジスト除去すると、このように微細加工ができる。という、このような加工を様々振り返すことによって、半導体というものが作られています。 この微細加工っていうのは、過去数十年にわたって半導体産業は発展してきましたけれども、この光の波長を短くすることによって、この微細加工の精度をどんどん上げていくってことが行われてきました。近年ですと EUV リソグラフィーと呼ばれるものをですね、波長が13.5ナノメートルとなっていまして、非常に微細な えー、10ナノメートルを切るぐらいのところを、えー、狙って、現在研究開発が現在も続いているというところです。で、ここで、まあ、形状計測のニーズも必要性ももちろんありまして、従来、まあ、このような二次元的な構造と呼ばれるトランジスタだったのが、えー、2015年頃からこの FINFET と呼ばれるような三次元的なトランジスタに変わってきました。三次元化して、まあ、ここですあのこの FIN と呼ばれるところに、 電流が流れて、まあ、ソースドレンゲート、トランジスタの基本構造ですけども、まあ、ゲートに電圧を加える加えないで、このフィンのところに電流流れない、流れる流れないっていうのを制御するっていうのが、まあ、このトランジスタの基本のところですけども、まあ、この電流流れるフィンの部分の、例えば線幅だったり、高さだったり、速、え、比、ー、の粗さだったり、まあ、こういうところの形状があのデバイスの性能に効いてくるということであの、正確な計測が、形状計測が求められています。 またあの2019年頃から実用化されてきた EUV リソグラフィーですけど、えー、まあ特定の、あこの特有の課題として EUV リソグラフィーは一定のスループットを維持させるとまあ、産業上の理由ですけども、ここのえ条件があると、まあ、露光のための公子数が少な,くて少なくなってしまい、確率的な欠陥ですね、こんなパターンが切れてしまう欠陥だったり、この荒さ、LER といわれるところが発生して大きな課題となっている。 これを正確に評価するということも、あの、ニーズとしてあります。で、この計測課題のラインエッジラフネスのところをもう少しご説明しますと、えー、一般的に、あの、操作電子顕微鏡が、この LDR 計測では使われます。このような微細パターンには側駅の荒さがありまして、これを操作電子顕微鏡で、上から見た図になりますけども、このようなセム像を取得します。そして、あの、画像処理でエッジ点を抽出して、まあ、この左右、パターンの左右の えー、ラインチプロファイルというのを取得します。そして、まあ、一般的にはこの取得したプロファイルのこの振幅方向の、えー、値の標準偏差、シグマを算出して、まあ、これが大きい、小さいっていうのを、えー、比較しながら、えー、パターンの加工精度が良、えー、くなった、悪くなったっていうのを評価します。でここであの、まあ、センター半導体製造における LER の計測要求についてご紹介しますと、l e ルはデバイスの製造 のだったり、あの、製造のぶどまりと、えー、相関することが知られてまして、まあ、このようなロードマップでも、まあ、LER の重要性が示されています。また、LER というのは様々なリソグラフィー関連技術の性能評価指標となってまして、例えばこれですと、露光、EUV 露光技術が、まあ、年々この LWR というのは LER とまあ同様なものですけども、まあ、これをだんだん小さくすることによって、えー、技術格式 技術の改良ができてますよということを示しているとだったり、あとフォトレジストの開発ですと、えー、感度、解像度、ラフネスの RLS トレードオフと呼ばれるものがありまして、まあ、これですと、どれか1つを良くすると、ほ他が悪くなってしまうというトレードオフにという課題がありまして、まあ、こういうのを、えー、しっかり理解しながら、えー、技術開発を行うことが必要ということで、まあ、計測技術の高度化も必要でしょうと,となっています。 また、もう少し見てみますと、あの、プロセス技術の性能を評価してまして、ここですと、ま、様々な技術を取り入れることによって、LER がこの値からだんだん小さくなって良くなりましたってことを示しているんですけども、ここにあるように、0.01ナノメートルオーダーの非常に高い精度での LER 計測が求められていますで。もう少し俯瞰してみますと、まあ、デバイス製造の LER の,の、まあ、位置づけになりますけども、まあ、LER はデバイスの性能だったり、ブドバリに影響するということで、えーまあ、それを要求、えー、製造技術の方に要求が行きまして、まあ、それを改良するための技術開発が行われている。または、LER の形成原理の解明の研究が行われているということがありまして、まあ、そこであのテストパターンを作成して LER 計測をして、またフィードバックする。ということで、LER 計測はまあ必ず通る。 重要なところでして、まあ、ここの制度が正式的にボトルネックになる可能性もありますので、まあ、このところをしっかり研究するようもあるだろうということで、えー、我々はあのこの研究にえ取り組みました。で、エリアル計測の課題点をもう少し具体的に見ていきます。で、ここであの大きく2つに分けて課題を挙げます。 一つですけども、3D 形状と 2D のセム像の関係が不明確というところがあります。あの、産業上の理由でどうしても操作電子顕微鏡というのはスループットだったり分解能のバランスが非常に良くて、セムを使うことは非常に必要となっています。一方で実際の測定対象は3次元形状ですので、この上から見た 2D のセム像がどのようにしっかり対応しているだろうかというのが分かっていません。 ま、もう少し言うと、あの、セム測定で得られる、このライチプロファイルっていうのは、まあ、実体としては存在しないので、まあ、これを何を表しているだろうかっていうのをしっかり知る必要があるだろう。で、まあ、そのための 3D 計測技術が必要で、まあ、そこでは、あの、対応付けが評価できたり、まあ、セムより高い精度で評価する必要があるという要求があります。で、もう一つ、あの、二つ目の方は、セム像に含まれるノイズによる誤差となってまして、まあ、セム像、どうしてもノイズが含まれる課題がありまして、 まあそこが新さの解析で主な誤差、誤差要因となっていますので、えー、そこ、えー、またあの従来のノイズ、まあ、この補正技術というのもあるんですけども、まあ、そこにはまあ不明瞭な部分があるので、まあ、そこを正確に理解する必要があるだろう。まあ、この二つの課題が現状大きいと、えー、私は考えています。でまあ、ここから、それぞれの課題について取り組んだところを紹介していきたいと思います。 一つ目は LER の理解のための 3D 計測技術ということで、まあえー、こちらの一,一つ目の方ですけども、えー、この計測技術、えー、この評価するための計測技術としては、AFM、原子間連顕微鏡が、えーまあ、あの一つ有力な候補となります。さまざ、あ、まなの形状計測技術がありますけども、まあ、やはり AFM の特徴は、えー、このセム の対処したいセムの課題に対処よくマッチしてまして、まあ、セムだと 3D が測れなかったり、ノイズが大きかったり、分解能の限界があったり、まあ、一部測定対象によっては破壊計測になってしまうということがあるんですけども、まあ、それに対して AFM ですとこれらにうまくある程度対処できるところがあるだろうということで、まあ、実際先行研究でもこちらに示すような研究が行われてきまして、例えばこれですと、あの資料、 パターンを少し傾けて、で、このような AFM のプローブをこのように当てることによって、えー、そパターンの速壁の形状を測る。まあ、こういう研究が行われてきます。一方で、ま,あ、まだまだあの改善の余地があると思いまして、まあ、この研究にあの我々がこれまで開発してきた正確性を重視した AFM 技術、速調 AFM を活用した研究を行ってきました。 我々の使っている AFM を、えー、簡単に紹介しますと、まあ、こちら、傾斜単身型測定 FM と呼んでいますけども、えー、2つ特徴がありまして、1つは、先ほどと同じように、レーザー干渉計で計測することで、えー、正確性を確保するで。もう1つ重要な点が、FM 単身の傾斜によって、垂直側壁の形状計測が可能になっているということです。でこちら、<laughs> あの、模式図になりますけども、 単身を傾斜させる記号がついていまして、このようなイ,メイラストで示していますけれども、この垂直な側壁に対して、プローブの有限の開き角を持っているプローブの先端が側壁に触れるようになっています。また、制御軸方向もあの一般的な FM ですと、縦方向にだけ近づけたり離したりということをしますけれども、この技術ですと、斜め方向にプローブを動かして、 これによって即壁にデータ点を取ることができるようになっています。実際の測定例としてはこのようなものだったり、またこれを活用して線幅というものを測っていますで。このプローブ、どうしても傾けているので、1度の測定では両側からは測れないので、実際に両側から測りたいときは資料を180度回して反対を測る。それで結合するということをして、このような線幅測定を行っています。 で、えっ、ー、と、この技術を活用して、まあ、側壁、まあ、ここでも側面の荒さ見えてますけど、まあ、側壁に特化した計測をしっかりやっていこうということをやっていったので、あの、次から説明していきたいと思います。で、シリコンパターンのラインエッジラフネス、側壁の荒さの計測ですけども、まあ、今回測定した資料は、あの、シリコンパターンで、線幅と高さがそれぞれだいたい200ナノメートルのもので、これはあの、電子線リソグラフィーと、 ドライエッチング、プラズマのエッチングで加工して作られたものになります。AFM の測定条件としましては、あの市販の AFM プローブにえ少し傾斜用の特注加工をしたものを使ってまして、で測定範囲はあの長手方向に4マイクロメートルとなっていますで。このような底面から上面にかけて、このような長手方向のスキャンを、えー、繰り返す少しずつずらしながら繰り返すことによって、 この片側の側壁面のデータを取っています。データ点数は100万点ぐらいで、まあ、壁角度はこのようになっていますで。測定時間は約80分ということで、あの、まあ、一般的な市販の FM ですと、まあ、数分とか10分程度の測定が多いと思いますが、まあ、ここの測定だと、あの、正確性、まあ、できるだけノイズを減らすということを目標、目的としていますので、あの、非常に長い時間をかけて測定しています。 また、あの、これだけではなくて、あの、測定の前にも、あの、資料の安定性ですね。温度安定性を重視していまして、だいたい数時間ぐらいは、おい、資料をセットしてから置いて、安定化させています。それによって、あの、ま、測定結果に、あの、ドリフト変形の歪みが、できるだけ抑えるということを、え、目的としてやっています。こちらが、あの、測定結果になります。 で、こちらがあの100万点の、えー、3D の点群のデータをプロットしたものでして、このように即壁部分を拡大していますけども、側壁面の 3D の形状が非常に明瞭に観察できるようになったということが確認できました。次にこの側壁プロファイルを解析していきました。 この側壁面の部分を、えー、高さ1ナノメートルの高さ分解能で、まあ、スライスするようなイメージであの分割しています。で、まあ、ここでは5%ごとの高さにプロットしていますけれども、この意味、まあ、各高さでの側壁の粗さっていうのが、えー、高精度に評価できるようになりました。この技術を使って、まあ、元々の目的であったあのセムの LER 計測の評価を行いました。まあ、ここでは 2D の形状と 3D 形状の対応を少し、えー、を見たいというのと、あと SEM の、えー、精度評価というのが目的となっていまして、まあ、そのためにはあの直接的な比較が有効だろうということで、えー、同じ、全く同じパターンを AFM と SEM、えー、で測定して比較しています。でえー、資料と AFM 測定は先ほどと同じものでして、まあセムの条件はこちらになっていまして、 こちらの模式図に示すように、AFM と SEM で、まあ、この測定範囲が共通するような測定を行いました。で測定結果がこちらになります。でこの SEM 像から、えー、ラインチプロファイルを取り出したのがこの赤色のもので、AFM3D データですけども、ここではあの代表的なものとして、あの50%の高さのプロファイルを取り出して青色でプロットしています。えー、見ていただくと分かるように、あのまあ、おおよそ 大まかな形状は良、えー、い位置をして、長周期では良い位置している。ただ、の細かいところで言うと、あのセムの方が、えー、ギザギザしていて、まあ、これはノイズによる格子、えー、波成分があるだろうで、と考えられます。で実際あの、のシグマ、標準偏差を評価してみると、このように、えー、値の違いが出て、えー、セムの値の方が少し大きいという値になってました。で、えー もう少し、あの、アラサの解析を詳しくやっていこうというところで、えー、次にアラサの解析のラフネス解析で扱うモデルをちょっと、えー、ご紹介したいと思います。あの、先端的な LER 計測ですと、あの、先ほどのシグマだけでなくて、ジ、え、コ、ー、アフィンフラクタルモデルというところに、えー、基づいた解析を行います。えー、フラクタルというと、あのまあ、この国交カーブ、えー、と呼ばれるような、あの、 まあこういうフラクタル、一度あのご覧になったことあると思いますけども、まあ、これの中まであの自己アフィンフラクタルと呼ばれるものがありますで。この時に自己相関関数はこのように表されまして、例えばこのような自己アフィンフラクタルのプロファイルの特徴を見てみますと、このプロファイルの一部を取り出して縦横に引き伸ばしてみると、 えー、このように、まあ、元のプロファイルともちろん形は違うんですけども、まあ、なんとなくこのギザギザ感だったり、凹凸の感じが似ている。まあ、これ統計的に自己相似というそうでして、まあ、この特性を持った、えー、モデルをアラサープロファイルにの解析で取り入れています。で、ここで示した自己相関関数ですと、あの、心腹を表すシグマの他に具材とアルファがあります。R はあのラグ、引き数 R は、えー、ラグになります。 で例えばこの3つのプロファイルを見ますと、えー、この3つすべてあのシグマの値は同じ1ナノメートルですがいや、明らかに見た目は異なります。でこれはあの具材、えー、相関長というものと、えー、アルファ、粗さ指数というパラメーターが異なるからですで。例えばこれで言うと、あの赤と緑はあの具材、相関調だけが異なっていまして、まあ、相関長が長い方がこうゆったりとしたプロファイルになっているというのが分かると思います。 また、あとこの緑と青のプロファイルは、あの、アルファ、えー、放射成分の相対量だけ違って、えー、長周期的には同じ形状ですが、このギザギザの多さが、えー、違うってことがわかります、えー。このような、あの、具材とアルファも、あの、半導体のプロセス評価の指標として、あの、近年、えー、検討されていまして、これの正確な計測も必要となっています。また、このプロファイル帳の、えー、が、えー、短いと、まあ、シグマ、 シグマは最も重要なパラメータとして扱われていますが、シグマは過、えー、小評価されています。で、これもあの具材とアルファにも依存してまして、このように3つのパラメータをしっかり評価することが必要ということで、あの、近年は、えー、このジュカフィンプラクタルモデルに基づく解析が行われます。もう少し具体的に見ていきますと、大きく分けて2つの方法を使って、あの、プロファイルから、えー、先ほどのモデルに基づく3つのパラメータ、 を求めるということが行われています。一つは、あの、パワースペクトル電子っていうこところで、あの、フリー変換を行って、えー、まあこのような式、モデル、またモデル式もありまして、行うと、ま、こういう横軸が周波数、縦軸が PSD ですけども、このような形、ジカフィンフラクタルの特徴として、このような形になってまして、ここから、あの、三つのパラメータにつながる、えー、と、えー、取り出すことができるということになっています。もう一つが、あのハイト、ハイトハイトコリデーションファンクション、HHCF と呼ばれるものでして、 こちらも、ま、このような式から、え、このようなプロットが得られまして、ま、これも、あの、形状、このプロットの形と、え、パラメータが紐づいていまして、取り出すことができる、ま、となっています。でちょっとこれだけだとな、かなかイメージしづらいと思いますので、あの、少し身近なラフネスプロファイルの評価ですけども、ま、もともと、あの、自己アフィンフラクタルっていうのが、その、ま、海外線の形だったり、山並みと似ている、山並みの 形状を表す、よく表すということが知られていまして。で、まあ、これあの、まあ、湖から撮った山並みの写真ですけども、まあ、このプロファイルを一部取り出してみて、で、まあ、PSD と HHF 算出したものが、それぞれこちらになります。で、まあ、今回あの、HHF の方からパラメータを出していますけど、まあ、これで見ると、シグマ、深幅方向は11ピクセルぐらいのえシグマで、 で具材、周期長っていうのは大体190ピクセルぐらいのもので、でアルファはまあちょっと、えー、直感的にはわかりにくいんですけども、まあ、アルファもこうやって求まるというふうになっています。で、えー、っと、ここであの、先ほどに戻って、えー、っと、AFM とセムで比較したもの、これを評価しました。えー、評価した結果がこちらになっていまして、えー、左の PSD ですと、エ、ま、コ、あ、軸周波数縦軸 PSD で、このようにあの一部は同じ、まあ、青と赤が重なって、 で見えますが高周波領域ですと、セムの方が値が大きくなっている。これは、あの、先行研究でも示されていますけども、ノイズが原因で、このように値が高くなっているということが原因として考えられます。また、HHCF の方から、このようにパラメータを算出して、セムで、と AFM のパラメータがどうであったかっていう、まあ、こういうことができることで、まあ、セムの測定性能や、粗さパラメータの算出誤差を評価可能となりました。 でまた、その他取り組みを少しご紹介しますと、まあ、セム観察ですと、あの、フォトレジストのパターンを測る場合に、えっ、ー、と、まあ、フォトレジスト高分子材料がまあ収縮変形してしまうということが課題として知られていました。まあ、そこで、あの、ま、セムで、えー、レジストパターンを見る前後に FM 測定を行うことによって、まあ、どのような変形を行っているか。まあ、これも直接比較を行うことで定量的に評価を行うということを取り組みました。 あこちらの実験方法ですけれども、同じ場所、同じパターンに対して、えー、セムの測定の前後に AFM を測ることによって比較を行いました。こちらがの測実験結果の AFM 像になります。セムの照射前はこのように凹凸が、えー、見えていたものが、まあ、セムの照射後はまあ収縮で変形して、荒さの様子が異なっている。 またもう少し詳しく見ると、高さだったり、えっと、コーナーの形状だったりと、まあ、こういうことが評価できるという技術を開発しています。で、まあ、ここまで一つ目の課題のところのまとめになりますが、えぇ、ー、傾斜単身型測定 FM という技術を使って、あの 3D 形状の継続を行うことによって、まあ、セムの測定、l ア、ER、ル計測の課題に対処しました。まあ、本技術の特徴は、ま、こういう特徴があって、まあ、 今後は利点を活かして、えっ、ー、と、まあ、エリアルでセムによるエリアル計測に、えー、セムによるエリアル計測の高度化にする新知見の獲得だったり、まあ、疑問点の検証、まあ、こういうところに取り組んでいったり、えー、また、あの、まあ、その知見を活かして、えー、まあ、データ解析手法の提案などを目指していきたいと思います。また、欠点を補うために、あの、まあ、 AFM の単身が ADR 計測に与える影響の評価などにも取り組む必要があると考えます。次にあの2つ目の課題の方に移りたいと思います。2つ目の方はあのセム像に含まれるノイズによる誤差のところですけども、えー、セム像に含まれる、えーセムえー、こちらがあの先行研究になりますけども、ADR、まあ、計測ですとあのセム像にノイズが含まれて、例えばこれはあの え、平均化、セム像を取るときの平均化の数を変えたものの図になりますけども、どうしてもノイズが乗ってしまうということで、平均化を増やしてノイズを減らしたいっていうことをやっていたりします。一方では、このノイズ量と測定するプットだったり、資料へのダメージっていうのはトレードオフですので、ある程度のノイズ量は許容する必要があるということです。 で、これを、えー、アラサプロファイル、ジカフィンフラクタルのプロファイルについてノイズがどのように影響するかっていうことを、えー、この研究では行いました。で、えー、こちらがあの、下の黒が、あの、ノイズを含まないアラサプロファイル、えー、シミュレーションで生成したものでして、そこにホワイトノイズを加えたときに、このような赤のようなノイズを含むアラサプロファイルになるので、まあ、これからどうやってうまく、えー、イリアルの解析を行えるかっていうことが、えー、課題となっています。で、この、 課題のは、まあ、本質的に難しいというところは、もう、アラサープロファイルというのは、このノイズももちろんそうです、ね、もうランダム性をもう持っているため、これら直接的に分離することは難しいということです。で、また、あの、ノイズを除去する際にはよくフィルタ処理っていうのが行,行われますけれども、このフィルタ処理を行うと、このアラサープロファイル、 このジカーフィンフラクタルの特性が変形させられてしまうってことが先行研究でもう分かっていまして、このフィルタ処理は行えないという制約もあります。で先ほど示したように、このジカーフィンフラクタルモデルに基づいて行って、この PSD であったり HHCF といった解析を行うんですけども、先行,先行研究ですと、 えー、PSD というものが、PSD の方が、あの、関連的によく使われています。で、また、あの、ノイズが乗った時の PSD のモデルも示されていまして、そこでそこの赤の真の PSD に、えー、セムノイズの、この青のですね、部分が加わった結果が、ええー、と、紫のこの測定結果として現れるだろうと仮定されています。えー、逆に言うと、この測定結果のこのフラットな部分を差し引くことで、赤の部分、 が得られるだろうという過程でノイズ補正技術が行われています。一方で、あの、実際の LER 計測の PSD データを見ると、このように、えー、一部歪んでいたり、えー、また、あの、値がばらついていたりと、まあ、やはり理想的になっているとは限らないので、えー、まあ、これを、この原因をしっかり知る必要があります。 で、特にあの、私の研究で着目したところは、このアラサプロファイルとノイズの相関成分の影響が無視できない可能性がある。この先行研究ですと、まあ、相関成分の部分をしっかり、えー、定式化してなかったり、まあ、考慮してなかったりしたというところがありましたので、ここをしっかり調べるということを行いました。で、次、えー、から示してい,ますいきますけども、まあ、定式化するにあたって、まず前提条件ですけども、 まあえー、実際のセム像の測定ですとノイズが含まれているということで、この赤のプロファイル、YN を評価する。でこの YN というのは、えー、ホワイトノイズと、えー、真のアラサプロファイルで構成されていると考えます。で、えー、通常、えー、真のプロファイルですだけですと PST と HHCF はこのような式で表されるんですけども、ここであのノイズを考慮するということで、 この XN の部分をノイズを含むデータ YN に置き換えて、整理したものがこちらになります。すると、この3つの項が出てきまして、この1つ目の黒い項、PSE と HH を共通していますけども、この黒いところは真のプロファイルの部分で、ここが本当は知りたいところです。で実際にはそれに、あの、まあ、第2項、第3項とノイズに関連する部分が出てきます。 でこの第3項の部分は、あの従来から想定されていたノイズ項の部分となっていて、この第2項、オレンジの部分が、えー、従来無視されてきた相関部分になっています。で、この部分を、まあ、シミュレーションでもう少し分解してみようということで、えー、調べたのがこちらになります。えー、この、えー、赤色が第1項から第3項の輪となっていまして、その中を構成する黒とオレンジとこの茶色ですけども、 この黒の部分がシンガーラザプロファイル。で、第3項のノイズというのは、このようになっていまして、まあ、統計的なバラつきはありますけども、えー、横軸周波数ですけども、周,周波数の依存のない、比較的一定の値となっている。これは p s t と HHCF でも共通しています。一方で、従来あの見過ごされてきたあの相関部分ですね。第2項の部分を見ると、この明るいオレンジのところですけども、このようにあの値がバラついていったりして、 ます。周波数の依存がうまく見えない値になっていまして、この結果から、あの、第2項というのは、えー、なかなか補正も難しくて、あ,あと、あの、すみません、説明を忘れてましたけども、このプラスマイナスの値もバラバラということで、この値をなかなか補正するのが難しいなと、まあ、こういうことを、あの、定式化すること、また可視化することによって明らかにしました。 で、また、あの、従来のノイズ補正との、えー、関係を見ながら行きますと、従来ですと、この第1項から第3項までのうちの、この第3項のみを、えー、除去して補正することを想定してました。まあ、ここでは、あの、理想的にこの第3項が補正できたと仮定すると、このようになります。まあ、えっ、ー、と、つまり、あの、従来の補正技術ですと、えー、真の項とまた、 相関口がまだ残っているということで、まあ、この相関口がどのような影響を与えるかっていうのをシミュレーションで調べていきました。こちらがあの、従来のノイズ補正技術で生じる残留多さの部分を評価するということで、まずはあの平,均化本平均化の効果を調べたものになります。 まあ、あの、LER 計測を行う際は、あの、ある程度の数の測定を行って、平均化を行うことで、測定結果を安定化させるってことなので、ここでは平均化の効果を調べていますが、ここでは10本、100本、1000本、1万本の平均化を行った結果を示しています。まあ、左の PSD ですと、平均化本数が少ないと、えー、かなりあの高周波領域で値がばらついているってことが分かりました。一方で右側の HHCF ですと、 え、もちろん、あの、平均化本数が少ないとばらつきが出てきますが、え、おおよその場合で、え、この理論式とよく一致しているということがわかりました。この結果からわかることは、あの、p s t よりも HHCF の方がばらつきが小さく、あの、マラサパラメータを評価する上では正確性が高いだろうということが得られました。で、もう一個、え、別にあの、ノイズ量の依存性を調べました。え、先ほどですと、あの、ま、ノイズ量を ませんね、ここですと、あの、プロファイルに加えるノイズ量を、えー、3つ、えー、小さいところから0.2二七メートル、1.0ロ七メートルで、多いものだと5.0ロ七メートルと増やした状態で、えー、プロファイルの比較を行いました。EPSD の方と HCF の方で見ますと、先ほど同じように EPSD の方ですと、あの高周波成分では、 月が見えてまして、まあ、特にやはりノイズが大きいと、このばらつきが大きいということが見えました。また、HHCF の方ですも。も、えー、ノイズの量が多いプロファイアルですと、えー、HHCF があの真の理論的なところから偏りが生じている。ということで、まあ、これはアラサーパラメータの算出誤差につ,つながるだろう。ということで、まあ、ここから得られる知見としては、ノイズが プロファイルに含まれるノイズが大きい場合は、あの、従来無視していた、あの、第二項の誤差っていうのは無視できない大きさ。ということで、あの、ノイズが大きすぎると、自己アフィンフラクタルの特性が失われて、えっ、ー、と、復元でき、できなくなるということがわかりました。で、まあ、ここまであの、ノイズを含ま、含む荒さプロファイルの PST、HHF の定式が出られた知見が、えっ、ー、と、ノイズが、プロファイルに含まれるノイズが大きいと、相関項による誤差が、 大きくなって、まあ、無視できない大きさの誤差が生じるということですね。もう一つが HHF のが s d のよりも荒さパラメータの評価に向く。この2点が分かりました。でこの知見に基づいて、えっと、新,新しくあのノイズ補正技術を提案し,、えー、しました。それがあの平均化法と呼ばれる、あの、同じところを繰り返して、あの平均化して、まあ、低ノイズのプロファイルを得るということです と、あと、えー、補正を行う HHCF、まあ。これはあの従来技術と同様のものですが、まあ、これを組み合わせることが重要であろうということで、えー、提案しまして、まあ、実験的に検証を行っていきましたので、あの次で説明していきたいと思います。で従来法の比較と、まあ、かなり似ているので分かりにくいんですけども、まあ、従来法ですと比較しますと、まあ、従来法はあの多数のラインパターンをのエッジをプロファイルを取得して、 それぞれの HHCF を取得して平均化してノイズ補正を行うということを行っていました。一方で、この提案手法ですと、同じパターンを繰り返し測定して、この1本のプロファイルを多数取って、それを平均化してノイズを減らしたプロファイルを得るということを行っています。まあ、その後に HHCF を算出してノイズ補正することで、補正されて HHCF を出すということを行っています。でまあ従来技術の 一番の違うところ、この第二項のノイズ誤差を、え、えの対応を意識しているかどうかってことですね。これを意識することで、この HHCF を算出する前で、十分に低ノイズ化したプロファイル、平均化したプロファイルを取得するってことを行っています。で実験的な検証も行っていまして、えー、実験的な検証では、あの、先ほどご紹介した傾斜単身型測定 FM をえ参照計測技術として用いて、 え、セムの評価を行っています。また、セムですと、あの、平均化の適用するために、同一パターンを足すまあ112回繰り返していまして、まあ、平均化数の依存も調べています。で、えー、先ほど示したように、あの、直接比較を行っていまして、同じパターンを AFM とセムで測定します。で、ここで示しているプロットは、あの、上の4つが、え、セムのプロファイルでして、それぞれ、あの、平均化数が異なるもので、 1、えー、一本のプロファイルだとこのようにノイズがすごく多く、ね、多いですけども、まあ、112本を平均化するとある程度、えー、ノイズが抑制されているということがわかります。また一番下に示しているのが AFM の、えー、参照となる、えー、プロファイルとなります。で、このプロファイルをそれぞれ HCF を算出してみた、してみたのがこちらになります。で、AFM ですと、えー、このような青色のプロットですけども、えー これは、あの、自己アフィンフラクタルの特性、モデルと非常によく一致してまして、まあえー、やはりノイズが少ないデータということで、このような得られています。一方で、あの、セムの方を見てみますと、まあ、平均価数を増やしていくと、だんだんノイズが減って、まあ、特にあの、ラグの小さいところで影響が大きく、えー だんだん AFM の参照データに近づいていく様子が見えますが、112本平均化してもやはりまだ少し偏りが残る。どうしても残るということで、まあ、これの補正を行、も行いました。ここではちょっと詳細は割愛しますが、このようなフィッティング式を使うことによって、ノイズの部分と、えっ、ー、と、芯の部分に相当する部分を切り分けようというフィッティングを行っています。フィッティングを行って、 ノイズに相当する成分を抽出して、えー、補正を行った結果がこちらになります。で、この結果ですと、まあ、平均化数が1本だったり5本の平均化数が少ないと、まあ、つまり、あの、プロファイルに含まれるノイズが大きいと、えっ、ー、と、まあ、ラグの小さいところ、R の小さいところでばらつきが大きい。まあ、一方で、あの、25本の平均とか112本の平均、ある程度の数平均化して、 プロファイルのノイズが少ない状態ですと、参照データの AFM と非常に良い位置を示しています。この場合ですと、25本以上のプロファイル平均化で高精度に個性ができて、粗さのプロ情報が比較的高精度に取り出せる。こういうことがわかり、実験的に検証できました。この提案手法の利点と制限をまとめたのがこちらになります。 利点としましては、あのノイズ誤差の影響を抑えて、あの自己アフィンフラクタル特性を保った、えー、と補正した HHCF を算出できる。ということで、あの高精度のアラサパラメーターの評価が可能となっています。また特徴として、あの個別のパターンのアラサパラメーターが測定可能となっています。まあ、言い換えますと、あの従来ですと、あの多数本を平均化して、初めてのノイズ補正が適用できるということで、えーまあ、従来技術ですと多数本の平均情報しか得られなかったのが、 この提案手法ですと、個別の一本一本のパターンに対してアラサパラメータを算出できるということで、まあ、応用として考えられるのが、例えば隣り合うパターン、多数のパターンのアラサパラメータの分布が評価できる。そうすることで、まあ、新たなプロセス評価の指標として使えるかもしれないということをまあ現在考えています。一方で宣言法もありまして、あの繰り返し測定を行いますので、 電子線ダメージがありまして、まあ、シリコン等の硬い材料ですと問題ないと考えていますが、フォトレジストパターンなど、電子線を当てたときに変形する資料ですと測定が難しいといった、えー、課題や、またあの、まあ、セムで観察する際にあのカーボン体積というところが課題とありまして、まあ、それによる資料変形の懸念もあるということで、まあ、これらの課題もあり,ありつつも、あのこういった利点も得られる、えー、技術となっています。 で、えー、ここまであの、二つ目の課題のまとめになります。まあ、あの、かなりあの、あの専門的なところをお話しましたけども、えーまあ、大きな枠としてはあの、従来のノイズ補正技術の不明点に着目、再考して、えーと、ノイズキーの誤差についてしっかり検討しました。で、その s d h h f と使われている、まあ、解析、従来の解析技術を、 え、ノイズ含んだ状態でしっかり定式化して、またシミュレーションで知見を獲得しました。その知見というのは、あの、関連的に、まあ、通常使われている PSD よりも、HHCF の方が荒さパラメータの算出に有利であろうということと、また測定結果のプロファイルに含まれるノイズが大きすぎると、え、荒さの情報の一部、マジコアフィンフラクタルモデルに基づく荒さの情報の一部は失われて、まあ、復元不可のものになってしまう。 まあこういった知見を得られたので、まあ、それに基づいて新規のノイズ補正技術を提案して、えー、実験的に検証しました。まあ、この従来技術にはない特徴を持っているので、まあ、新たな評価指標への応用が、えー、可能性としてあるのではないかと、えー、期待しています。で、えっ、ー、と、まあ、この、せっかくあの計測あ、この計測、情報計測のセミナーに、えっ、ー、と、 ま、お声掛けいただいて、まあ、私もあの、過去の発表等を見させていただきまして、あの、非常にあの、考える機会いただいてありがたく思っています。で、まあ、ちょっと議論というか、ま、私のちょっと考えていることを最後、簡単に示しますと、まあ、今回あの、LER 計測、まあ、半導体製造の際の、え、計測要求として、あの、LER 計測の高度化が必要ということで、まあ、従来あの、様々な研究者が様々なアプローチで研究してきました。 で、まあ、代表的なものですと、あの、セムの、えー、測定条件の最適化、まあ、ハードウェアの改良も含めてです,ですけども、であったり、あと PST の周波数解析。まあ、これもあの、かなり何十年も前から、アラサの評価では使われていたものです。で、または、あの、平均化を行ってノイズを減らそう。まあ、こういう方法あるんですけども、まあ、あの、計測の研究をしていて思うのは、あの、まあ、よく使われる手法を、 えー、そのまま使っただけではなかなか未解決部分に対処しきれないのかな。まあ、特にあの、まあ、計測ニーズがあって、まあ、いろんな人が取り組んでいる場合だと、なかなか未解決部分に対処しきれないではないかと思っています。でまあまあ、その時に、じゃあどうしていこうかっていうところですけども、まあ、あの測定対象だったり、まあ、計測技術の特徴に着目して、まあ、できれば独自の知見を得て、 その特徴に基づいて、あの、手法開発、データ解析を行う必要があるなと、と、えー、思いました。でまあ、今回で言うと、この測定対象が持つ性質としては、自己アピンフラクタル特性であったり、この測定結果が含む誤差の性質っていうのは、まあ、この相関項のノイズ誤差が、まあ、補正は難しい誤差としてある,あるっていうことが分かっていた、えー、分かったっていうことだったり、 で、また、それに基づいて、手法開発というところでは、相関口のノイズ誤差を未然に防ぐ形の測定手法を考案する。まあ、こういうところが重要かなと思いました。で、ま、あ,あの、下にあの参考資料としては、私があの勉強したときに、特にあの、この,この情報計測オンラインセミナーの第1回の,あの大阪大学の鷲尾先生のご講演は非常にあの、勉強になりまして、まあ、それの 焼き直しのようなあの説明になりますけども、この AI 技術を、えー、と l ア r、ER、計測に導入することは非常に魅力的に感じてまして、まあ、ここでもあの測定対象計測技術の特徴に着目して AI をあの活用することが重要かなと。まあ、その時にその,そのシーズ、まあ、こういう AI のシーズと、まあ、l ア r、ER、計測というニーズの双方を考慮することが重要かなと。 LEL、まあ ER、計測でもあの近年あの AI を導入した研究は例えばこういうものがありまして、まあ、こ,このすごい非常にノイズが多いものから、えー、このようにノイズ除去したものが得られていて、まあ、すごいなと思う一方、まあ、じゃまだあの、まあ、あの半導体制度で求められている l l、ER、計測の性能との間にはちょっとまだギャップがあるかなとは思っていて、まあ、今後そういうところを を、ええー、まあ、本当に使えるレベルのものを開発できたらいいなと思って、ええー、と、まあ、従来的なハードソフト改良では難しい課題と言えると思いますので、まあ、ここに、ええ、技術を即、え適、ー、用して、新しい測定手法を、ここできたらいいなと考えております。で、以上、あの、全体のまとめとなりますが、 一番最初に、あの、量表示に基づくナノ構造の、えー、寸法形状評価の、えー、紹介、まあ。キーワードとしては国際単位計態構成というものですね。で、その技術を使って、あの、半導体製造における計測ニーズの一つであるラインエッジラフネスエ g h n e r の計測ということで、一つは l ア r、ER、の理解のための 3D 計測技術の紹介で、まあ、傾斜単身型測徴 FM ってを使ったものや、 ま、直接評価技術によるセムの評価、またあのラフネス解析をこの紹介しました。で、二つ目のそのノイズキーの誤差の正確な理解ということで、あの、えー、しっかり定式化して、え、新しい、得られた知見ごとに新しい技術を提案して実験的に検証したというところを示しました。まあ、今後はま、この技術をま、しっかり あのまあ、各種プロセス技術の研究開発の活用につなげていきたいと思うのと、まあ、先ほどご説明したように、AI 技術をうまく導入していきたいなと思っているところであります。さのあの普段から共同研究しているあのこちらの方々に感謝申し上げて、あの発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。あもう木津亮介先生あの大変ありがとううございいますあの、まあ、長さっていう 計測の一つののつ非常に重要な要な素の本当にあの最先端なあの微細な領域で、あの機器の観点で言うと、原子間力顕微鏡って本当に今は身近に非常にたくさんのところで使われてますけど、あれはやっぱ基本的には普通見れないものが見れるっていうところで使われてる部分が多いと思って、あれが本当の意味の精密測定機器っていう展開していくために、まあ、どういうことが必要かと。 いう話と、本当の最先端の半導体と絡めた形、あのハードがどうあるべきかって話と、あの、その後の処理の話ですね。あの、非常に、あの、丁寧に、あの、精緻な取り組みは、あの、ご紹介いただけたと思います。本当にありがとうございます。えっと、この後ですね、あの、若干アナウンスをさせていただいて、えっと、指名させていただければと思います。 えー、質疑応答、本日ですね、あの質疑応答の部分を割愛した本日のセミナー講演動画につきましては、えー、後日セミナーホームページと、えー、YouTube で期間を定めずに一般公開させていただきますあの。そちらもぜひご参考にしていただければと思います。えー、情報計測オンラインセミナー、えー、次回は3月23日土曜日、えー、10時30分からの開催となります。 えー、次回、えー、54回の講演者は、えー、神戸大学、えー、大学院工学研究科電気電子工学専攻の大森俊明先生で、ご講演タイトルは、えー、データ駆動型アプローチに基づく非線形ダイナミック,ミックスの推定を、えー、ご予定しておりますのであの、楽しみにしていただければと思います。また、あの事前にご登録いただいたメールアドレスに、講演のご案内をお送りいたします。 それでは、あの、本日の情報計測オンラインセミナーはこれにてお開きとさせていただきます。あの、多くの方のですね、ご聴講を、えー、大変ありがとうございました。